神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。イスラエルを知らなければ神様のご計画ってわからない？そうか、僕の信仰の最後のピースはこれだったんだ。エイコおばさんに相談してみよう。ハテちゃん、イスラエルのことなら私に任せて。エイコバさん、イスラエルを軸として聖書を見るとき、これまで見えなかった神様のご計画が明らかになります。その最後のピースにやっと気づいたタケちゃん、そこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです。エイコバさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。またお邪魔します。わあ、嬉しい。いや、今日も頑張って来てくださって、ありがとう。ワクワクしてきました。ね、かっこいいな。なんかもう神様の愛に包まれちゃって、はい、ラブラブな気持ち。ラブラブ。いや、今日はいよいよ契約の箱のこと話してくれるって前言ってたじゃない？そう。だから楽しみですね。楽しみですね。うん、じゃあ約束通りに、はい、じゃあ早速だけど、契約の箱のところを千代の富さんに読んでいただきましょう、はい、出エジプト25章、はい、10節から13節。アカシア材の箱を作らなければならない。長さは2キュビト半、幅は1キュビト半、高さは1キュビト半。これに純金をかぶせる。それはその内側と外側とにかぶせなければならない。その周りには金の飾り縁を作る。箱のために4つの金の管を鋳造し、それをその四隅の基部に取り付ける。一方の側に2つの管を、他の側に他の2つの管を取り付ける。アカシア材で棒を作り、それを金でかぶせる。その棒は箱を担ぐために箱の両側にある管に通す。これが契約の箱。これが契約の箱で、ケルビムが、うん、ここに神様の御臨在が現れるの。この蓋の上に。だからその神様の御臨在を羽で覆っているというのが契約の箱なのね。初めて見た、うん、初めて見た。さあ、この箱の中に何が入ってたんでしょう、ね、気になる箱の中身は箱の中身契約の箱、何が入ってたんだろうね。出エジプト25章の21節に書かれているんですけど、私の与える里しを納めなければいけないって書いてある。私の与える里しっていうのは10回のことなのね。10回のいた、はい、イエス、モーセが神様から受け取ったでしょ、うんうんうん、それを納めなければいけないって言ってるのね、はい、10回って何？10回は立法？立法、うん、立法って何？立法は神様のいさめ、ルール。ルール、はい、うん、じゃあ、たけちゃんにガラテヤ書3章、うん、19節読んでもらいましょう、はい、では
立法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。はい、これは罪を表すものであって、イエス様が来られるまで仲介者である御使いによって知らされたものっていうことは、十戒って何、うんうん、もし十戒がなかったら、うんうんうん、何が罪だかわからない、うんうんうん、そうでしょ、ね、だから十戒でこれしちゃいけませんよ、あれしちゃいけませんだ、あ、じゃあこれをしたら罪なんだってわかるでしょ、うんうん、っていうことは十戒だとか律法っていうのは、うんうんうん、罪を表してる、うんうん、これが罪ですよという、これが罪ですよ、なかったら何が罪かわからないです、ね、そうですね、なるほど、それが十戒なのね、はい、でいくら人間が一生懸命になって、うん、それを全部守ろうとしても守ることができない、うんうん、それが弱い人間だから、うん、イエス様が来るまでどれほどイエス様が必要かということを私たちが経験する、はい、知るために知るためのものが、それが私の悟しっていう言葉を神様が使ってらっしゃる、ね、箱の中にその悟しが入ってたってことね、うん、他には何か入ってたんですか。3つのものが入ってたのね、はい、1つは十戒、うんうんうん、でもう一つはマナって聞いたものでしょ、はい、ミサさんに、はい、出エジプト16章33節読んでいただこう、はい、モーセはアロンに言った、壺を一つ持ってきてマナを1オメルたっぷりその中に入れ、それを主の前に置いてあなた方の子孫のために保存しなさい。これが入ってたのね、うん、マナっていうのは天から降ってきたパンなのね、はい、それを入れなさい、うんうんうん、神様が与えた悟しを入れなさい、うんうん、天から降ってきたパンを入れなさいっていうね、ところがね、そのマナっていう名前、うんうんうん、名前にすごい問題があるの。マナって言ったらヘブライ語でマゼっていう言葉になるのね、うんうん、マゼ、うん、それがこれ何っていう意味なの。へー神様からパンをいただいてるのね、うんうん、ありがとうございます。尊いパンじゃなくて、ね、感謝とかでもなくて、何これって、あんなものを飽き飽きするっていう言葉まで出てきてるね。そうなんだ。ちょっと恥ずかしいですね。恥ずかしい、ね。恥ずかしい。それをこの中に入れなさいっていうのね、ちょっとそんな恥ずかしいものが入ってんだったなんて、ちょっとがっかりですよね。ちょっとね。で、三つ目。もう一個入ってるんだよね。三つ目は民数記に出てくるんだけど、民数記の16章に出てくるんだけど、うん、すごいちょっと長いので、うん、ちょっと説明だけするわね、うんうんうん、どうしてモーセのお兄さんのアロンが大祭司になって、うん、12部族がイスラエルにあるのに、うん、なぜレビ族のアロンだけがトップに立ったんだっていう勢力争いがあったのね。でその時に神様がじゃあもう各部族の杖を並べなさいと、うんうんうん、そして私が選ぶもの、うん、それをみんなに見せるっていうので、うん、12部族のみんなの杖、トップの人の杖、うん、アロンの杖もそこに置いたのね、うんうんうん、そしたら翌日、うん、アロンの杖にアーモンドの花が咲いてて、うんうん、アーモンドの実がなってたの。へー
うん、それを見て、うんうん、もう誰も勢力争いでもう腹を立てる人がいなくなったのね。これはやっぱり神様がアロンを選ばれたんだということになったのね。あのこの間もお話ししたんだけど、うん、アーモンドっていうのはリーダーシップを表してる、先端を行くっていう、その意味も入ってるので、アロンがトップなんだよ、うん、ということを神様がお見せになったので、そのアロンの杖もこの中に入っている。へー、そうなんだね。開けてみたい。十戒が記された板とマナとアロンの杖、うん、へえ、その3つ入ったんだ。だから十戒っていうと、うん、私たちはもう絶対に罪から逃れられない、うんうん、もう罪っていうものを表されてるものだから、ね、実は恥ずかし い, 恥ずかしい、うん、人間の弱さをそこに表してるわけね。守れないことたちっていう、うん、そうそうそう、それを表してるよね、うん、はい、そしてマナっていうのは、うん、何これって言って神様が与えてくださったことに関して不平不満を言う、この不平不満を言って霊界のことに関して全く無知であるという名前をつけてるっていうわけなのね。だからやっぱりこれも恥ずかしい、恥ずかしいですね。でアロンの杖っていうのは勢力争いだから、うん、俺がボスなんだ、うん、俺がボスなんだっていう、うん、この人間の汚さっていうのがそこに現れているわけだね。なんか人間のね、こう弱い部分が本当入ってる感じですね、うん、ちょっと見たくない、うん、素敵なものが入ってると思うね、うん、そう思いますよね。入ってると思うわよね、うんうん、でもこの美しいものがそうではなかったってっていうのが、うん、まあ現れているんだけれども、うん、このこれを見て、ここはアカシアの木、うん、それに純金が中にも外にもカバーされてるのね、うん、だけどこの蓋っていうのは、うん、このケルビムが上にあって、これ純金なのね、全部が純金なのね、ちょっとこの箇所、うん、これを贖いの蓋って言うんだけど、ミサさん、出エジプト25章、はい、17節から20節、ちょっと長いかな、はい、読んでくださる？25章の、また純金の贖いの蓋を作る、長さは2キュビト半、幅は1キュビト半、土で打って作った2つの金のケルビムを贖いの蓋の両端に作る。1つのケルブは一方の端に、他のケルブは他方の端に作る。ケルビムを贖いの蓋の一部としてそれの両端に作らなければならない。ケルビムは翼の上の方に延べ広げ、その翼で贖いの蓋を覆うようにする。互いに向かい合ってケルビムの顔が贖いの蓋に向かうようにしなければならない、うん、これが贖いの蓋って呼ばれて、うん、これは金だけなのね。ですからこのここの部分はイエス様の、うんうんうん、神聖と人生が現れてる、はい、だけどこの上の贖いの蓋は神様だけである純金なのね。そういうことか、なんか分かりやすい、分かりやすい、そしてこの贖いの蓋のことをカッポーレっていうのはヘブライ語で、カッポーレ、カッポーレとっていうふうな発音するのもあるんだけど、それは覆うっていう意味なのね。なるほど。だからこの箱の中っていうのは、うんうんうん、
すごく醜いものが入ってるんだけど、神様がそれを覆ってらっしゃる。中身というか蓋が大事なんですね。蓋が大事なの。初めて知りました。でも中身も知らないと蓋の意味も出てこないので、意味があったんだね。この弱さを神様が覆ってくださってるという、優しさがめちゃ現れてる、めちゃ現れてる。でこれにもやっぱり、永遠の愛の感がついてて、これがもう世界中に運べるようになってるのね。世界中の人たちがこの恥ずかしさを持ってるんだけど、カッポーレがその上についているんだということが世界中に持っていけるっていうのね。イエス様によってそれは覆われるっていう、後でまあ起こることでしょ、起こることを予言してる、予言して神様も先に覆うってことを表してくださってたってことだね。この幕屋っていうのがね、もう全部イエス様のに対する予言なんですよね。すごいでしょ。そしてね、これちょっと斜め側から見ると、これ、このケルビムが蓋の方をこう見なきゃいけないって書いてあるから、ちょっと頭を下げなきゃいけないのね。神様の御臨在が現れるところだから、へりくだらなきゃいけないわけでしょ。でこう下を向いているんだけれど、これちょっと見えにくいと思うんだけど、顔を両手で覆ってるんですよ。こうやってやってるんですか。これね、こうしてるのね。でそれをちょっと近くして、見えにくいからちょっとペンでこう書いてみたんだけど、顔を覆ってるでしょ、なぜそういうことをしてるかっていうと、この箱を見てるわけです、箱を見てるんだけれど、でも人間の恥ずかしいところを見てるんじゃありません、神様にへりくだってるのですという、そこまで気を使って神様が見せてくださってる。なんか罪深い人間を神様が愛してるっていうのが、なんかまたこれでわかる感じがする。その覆うっていうね、その意味が、このケルビムが眺めてるじゃないですかっていうのじゃない、もうケルビムももう目も覆って、人間の恥ずかしいところは、見ていませんよって言ってるのね。そうなんだ。ちょっと感動しますね。感動しますね。ちょっとだけ？すごく愛に覆われてるから、ね、いやすごい。いや本当にね、私たちどれほど神様に愛されているかっていうのをね、すごくこの幕屋を通して感じるんだけど、たけちゃんに読んでもらおうかな、はい、第1コリント6章、はい、第1コリント6章19節から20節、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。アメン、アメン。私たちが今幕屋なのね、聖霊様が私たちの中に宿ってくださって、私たちが神殿になってるわけね。だから私たちの中に至聖所があるわけね。だけど、もう幕はないの。そっか、もう幕はないのね。そしてカッポーレという贖いの蓋はあるんだけど、箱はもうないの。
もうイエス様がもうそれ取っちゃったから、ああもうその恥ずかしいところは何にもないのね。だからもう私たちは神様の輝きで、多くの人たちにこの素晴らしいことを見せて、神様のところへ人々を連れてきなさいっていう、そのことをおっしゃってくださってるのね。なんかちょっと恐れ多いですけどね、神の宮っていうのがそういうこう意味があるというか、まあ、なんかね、うん、本当に私みたいなものがっていうのを考えた時、その通りなの。だけどイエス様が全部成し遂げられたから、今私たちが私みたいなものがって言うと、イエス様の成し遂げられたことが足らないっていうことになるの。そうですね、そんなこと言っちゃいけない、そんなこと言っちゃいけないの。いいえ、私は神殿で、私の中には至聖所がある、もう鈴なんかつけなくてもいい、足に紐をつける必要もない、もうスキップしながら入っていって、そしてみっともないあの箱はもうそこにはないのであるという、そのような素晴らしい状況に神様が私たちを置いてくださってるのね。だから、今ここで、たけちゃんが読んでくださったのをくれたところだけど、ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいって、いうこと、私みたいな体がなんていう言葉は全然言わないで、しっかりと堂々とやっていきなさいって言ってるのね。今までは神様の前に出ることすらできなかったのに、なのにイエス様が成し遂げてくださったことによって、聖霊の宮って呼ばれるところまで来たっていうことなんだよね。もう本当にすごい神様のご計画、ありがたいね。本当にありがたい ね。でもこの荒野の幕屋のことを知らないとこの偉大さがわからないですね。そうね、だからこういう珍しい質問をしてくださったのがね、ものすごくありがたい。そしてね、私たちっていうのはやっぱり弱くなる時があるでしょ。ああ今日は祈れなかったとか、あの人にお話しすればよかったのにしなかったとか、そういうのが必ずあるじゃない。そういうのを聖霊様に少しずつ変えていただくっていうのが、この間お話しした7つの光の芯がもう絶対絶対火が絶えないように燃えてるのがだんだん黒くなってきて光が出なくなるでしょ。それを聖霊様に切り取っていただいて、そしてもっと大きく光り輝くっていう、この芯切りバサミっていうのが聖書に書かれてるのを千代信さん読んでくださる。出エジプト37章の23節。またその灯火皿7つとその芯切りばさみと芯取り皿とを純金で作った。純金っていうのは神様、はい、だからハサミまでが純金だから優しく切り取ってくださるのね。だから神様、あの人に伝道したかったのにできなかったのよって、その祈り、これがこうのが書かれている、それがこう天に昇っていくわけでしょ。そうするとおよし来た、その弱いとこ切りましょうって、大きく光が出るように聖霊様がしてくださる。それが毎日の祈り、力をもらえるのは、力をもらえる祈りか、主よ、主よ、本当主よ。
いやー今日来てよかった。本当によかったね。すごい、一つ一つにこんな意味があるなんてね、知らなかった。本当に、いやもう本当今回楽しかった。楽しかった。もうなかなかねこれを説明させてくださる人いないの。いやよく来てくださってね。でも他のことでまた帰ってきてください、うんうん、ぜひ、はい、そうだね、また聞きに来ようね、うんうん、連れてくるね、またね、また連れてきてね、うん、じゃあ今日はこの辺で、はい、いやママによろしくね、はい、それでは本日のおさらいをします。契約の箱の中には私たち人間の最も恥ずかしいものが入っていました。それを神様は贖いの蓋で覆ってくれました。私たちはイエス様の贖いを通して聖霊様の住まわれる神殿となりました。そこにはもう垂れ幕はありません。契約の箱の中身もありません。それでは皆様またお会いしましょう。シャローン。